はい、6月7日です、えー、大芝淵の今西側におりまして、えー、この真っ赤な花を映しております、えー、近づきますと今ザクロの花、まあ、初夏を代表する花木の一つですけども、えー、ザクロの花が今咲いております、まあ、このザクロですけども 花弁が落ちますと、まあ、このように赤い学、えー、片残ります、えー、6枚の学、えー、片残りまして、まあ、今果実の若い果実が今このように、えー、できつつあります、まあ、この果実の中には、まあ、多数の種子種ですね、えー、が入ってますので、まあ、子孫繁栄という意味で、まあ、古い時代からこのザクロの果実というのは いろんなデザインにも使われております。こちらはあの白花のザクロ咲いております。これは園芸種になります。このザクロですけども、まあ漢字ではこのように石のまあ基変にとどまる。 っていう字を書くんですけども、まあこれは弱流とまあ呼ばれておりまして、その弱流がまあその段々こうザクロという言葉に名まったという説がえのあります。まあこのようにあのまあ初夏というと、えー、花の少ない時期にはなると思うんですけども。 この緑の中にこのシンクの花が咲くというのは「孔、まあ、一点という言葉があると思うんですけどもそれはもう古い中国の詩の中でこの「ザクロと「孔一点というのは詩の中で歌われておりまして、まあ、そこからこの孔一点という言葉が使われたと孔二円には書いてあります。 本日はザクロの花を紹介いたしました。